ジェシー・アイゼンバーグは、アメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの俳優。1983年に、ユダヤ系の家庭のもと、ニューヨーク市で生まれる。妹は、ポーリーの少女役などで知られる、ハリー・ケイト・アイゼンバーグである。同家氏の母親と、大学教授である父親を持つ。ニュージャージー州にある高校を卒業後、ニューヨーク大学に合格したものの、演技の道を続けるため入学しなかった。 ポーランドを頻繁に訪れており、ポーランド語に堪能。1999年にテレビシリーズのゲットリアルで俳優デビューを果たし、テレビ映画やインディーズ映画などでキャリアを重ねていく。その中で出演したキャンベル・スコット共演の青春コメディ映画ロジャー・ドジャーではサンディエゴ映画祭の新人賞を受賞。その後ケビン・クライン主演の卒業の朝やエムナイト・シャマラン監督の ビレッジなどに出演。イカとクジラではローラリニーとジェフ・ダニエルズ演じる夫婦の長男役を演じた。ゾンビランドで主演を務め、ブレークした。2010年10月に行われた東京国際映画祭でソーシャルネットワークのプロモーションのため、脚本家のアーロン・ソーキンと共に初来日を果たす。六本木で行われた同映画祭には緑色の蝶ネクタイにタキシードをまとい、 グリーンカーペットに登場。この作品の演技でアカデミー賞やゴールデングローブ賞、英国アカデミー賞などの主演団優勝にノミネートされた。その後はグランドイリュージョンシリーズやクリステン・スチュワートと共演したエージェント・ウルトラが公開。2016年のバットマン vs スーパーマン・ジャスティスの誕生ではヴィランのレックス・ルーサーを演じたが演技は酷評され、 ゴールデンラズベリー賞最低上演男優勝に選ばれてしまった。早口言葉が特徴とされる。卒業の朝の現場で出会ったアンナ・ストラウトと2002年から2012年まで交際。一度破局後に2015年に再会し、復縁、2017年に結婚した。2017年4月には第一子が誕生している。ザカリン、ジョーダン、ジェシー・アイゼンベルグ・メイジャスト、 ビーザ・ゴースト・インテンス・アクター・イン・ハリウッド・ z z f e e d 2019年8月2日閲覧。新作でも得意の超早口が炸裂のジェイ・アイゼンバーグ。インタビュー。広島へ行ったのは、アメリカ人として、義務から。個人。ヤフーニュース、ジェシー・アイゼン。ベルグ・ハード、24アワーズ・ツーライト、A ミュージカル、アンド・ケーム・アップ・ウィズ、フォーレズ・ビアン・シスターズ。 ロサンゼルスタイムズ2017年7月18日閲覧ジェシー・アイゼンバーグ第一師団児誕生 cinemacafe.net2019 年8月2日閲覧恐怖の先生作品情報映画 .com ありがとうございます